これを一種の呪物のように変化させることができないかなっていうふうにプロデューサーさんたちとちょっと話し合っていて、これを本物にするんですか？呪われたりとか仏教的に良くないとかあります？まあ、むしろね、ちゃんとうまくいくようにお祈りをしてやりましょうか。なぜお地蔵さんが置いてあるのかというと、昔ですね、そこかよお前、もっと他に見るとこあるだろ。これこれこれだよ。誰もいなくて、もうこれが落ちてたんです。今回はお地蔵様がいっぱいいたと思うんですけど、皆さんは何をお願いしましたか？驚々しい血まみれでぐちゃぐちゃの話みたいなのないですかね。